何してるんだ、こんなところで。珍しい薬草がありましたの、それを調べていました。へえ、見たことないのばっかりだ。私が小さい頃にはどこにでもありましたわ。ほら、この花も綺麗だと思いません？私が育った森ではこの花びらが空一面を舞って覆い尽くしました。その森ももうなくなってしまったのですけれど。やっぱり戦争で？いいえ、理由がわかりませんの。森そのものの生命力が失われてみんな枯れてしまいました。だから私は旅をしていますの。その理由が知りたくて。でもどこに行っても同じですわ。どこでも森が枯れ、大地は荒廃しています。この島にはまだ生命力が残ってるのかな？そのようです。もっと奥まで調べに行けるのであれば何かわかるのかもしれませんが。え？でもそのために旅をしてるんでしょ？それにもしそれで少しでも後輩の理由が分かればいいことじゃないか。ありがとう、エルザさん。この島に強く残る生命力、その秘密を知るためにエルザたちは森の奥深くへと入っていった。すごい、こんなに豊かな自然がまだ残っていますのね。ああ、こんな森。これさっきの花だ。マナミアって不思議な人だね。傭兵なんかよりもそうやって森にいる方が自然に見える。そうね、私は森に育てられたようなものですもの。森に育てられた？本当の両親の顔を知りませんの。私は森の神獣に育てられたから。神獣？白くてとても美しい生き物よ。人間よりもずっと賢くて、魔法や薬草についても全部その神獣が教えてくれましたの。そうだったんだ。でも森が枯れていくにつれてその神獣も弱っていって、私もできる限りのことをしたんですがダメでした。私が今でも旅を続けてるのはそのせいかもしれませんわ。大地の荒廃、その理由だけでも知ることができたら、そう思いますの。
足跡、なんだろう。見たことがない。これは神獣の足跡ですわ。神獣の、この島にも神獣がいるっていうのか。きっとそうです。こっちに続いています。神獣ならこの大地が荒れ果てていくわけを何か知っているかもしれません。扉か、エルザ、調べてくれ。開かないぞ。何かが絡んでいるのか。扉にツタが絡んでいるな。焼いてくれ、ユーリス。きっとこの先に神獣がいるんだわ。あ、マナミア。珍しいな。マナミア、思ったより足が速いんだ。なんだこれは。この上歩けるのか。急ごう、マナミアを追いかけるんだ。敵か。この森もおかしくなり始めているな。こんなところで足止め食ってたらマナミアに追いつけないよ。ああ、急ごう。Yeah.